皆さん、おはようございます。今日は9月17日水曜日の朝、スピリチュアルテレビ始めさせていただきます。いつものように水曜日、皆さんのみんなの広場の、節子がお相手をさせていただきます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、紡ぐというね、映画の監督でいらっしゃいます吉岡敏郎監督をお迎えして、節子の歌う水曜日進めてまいりたいと思いますが、その前にすいすい水曜日、いつものように皆さんと一緒にこの歌から始めたいと思います。今日はちょっと前奏バージョン、ちょっと長めに、いつもと違った感じでお送りしたいと思いますので、お楽しみください。それでは、ピアノの方に移動させていただきます。すいすい水曜日始めさせていただきます。ララチバさん、おはようございます。セントさん、おはようございます。未確認さんも、おはようございます。おっさん、おっさんですね、おはようございます。サトラーさん、おはようございます。カメさんも、おはようございます。未確認さん、かっちゃん、すすむさん、プリンさん、おはようございます。ウイサさんもおはようございます。皆さんおはようございます。お待たせいたしました。今日はですね、紡ぐの映画監督吉岡敏郎さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。吉岡監督、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、私の方からですね、ちょっとだけ、紹介をねさせていただきたいと思います。吉岡監督は1956年島根県生まれということですね。日本大学芸術学部で映画演出を学ばれました。卒業後は映画、そしてテレビ番組、ドキュメンタリー、CM、PR、ビデオ、そして博物館用の映像などなど、様々な映像作品を監督制作されていらっしゃいます。この紡ぐという監督あごめんなさい紡ぐという作品ですねは、その中でも最も上映時間が長く、そして上映期間の長い、長期にわたった、ね、作品だということなんですけども、今度10月の9日の日に、私の、みんなの広場の方で企画させていただき、中野ゼロというね、視聴覚ホール中野にあります。そちらで監督もいらしていただき、上映会、そして私のクリスタルボールの演奏とね、そして皆さんとお話という形で楽しい時間を紡いでいきたいと思います。ということで、吉岡監督、まず、第一声よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんな素敵な声でいらっしゃいます。今日は、これからね、出雲の方のねツアーとかもあるということで、紡ぐという映画について、そして、今次回作として、
撮っていらっしゃいます浅野ね作品、そういったものについてもいろいろねお話を伺っていきたいと思います。朝から浅友シリーズというのがねいつの間にか出来上がりまして、今まで朝関係の方たくさん出演していただいたんですね。で今回、監督とは北海道のね朝畑でお会いいたしまして、それはもう、3回目ぐらいだったかなその時に、その前にもね一度お会いして、そうですね、はい、お食事もねさせていただき、いろいろ積もる話を初めてなのに積もる話をいろいろとさせていただいた経緯がありますけどもね、はい、では吉岡監督、どうぞお話の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、つむぐの監督の吉岡敏郎と申します。節子さんとはね、下北沢の、そうですね、下北沢の、はい、トリウッドというところでね上映していただいてる時に来ていただいて、はい、で終わってから飲みに行ったというか、そうですね、しあったというか、はい、そういうご縁ですよね、はい、本当に。で紡ぐという映画はご出演の方が、まあ、ドキュメンタリーなんですけれども、うん、皆さんご存知のうさとの佐藤宇三郎さん、佐藤のデザイナーの佐藤宇三郎さん、そして岐阜養老で終末期医療を長年やっていらっしゃる船戸隆先生、そして、千葉の鴨川で、農業やりながら有機農法やりながら歌手をやっていらっしゃる加藤時子さんの次女の八重ちゃん、この3人が、まあ、メインのご出演者で、その方々の生き方を追いながらタイでチェンマイとかタイ東北の伊山地方で服作りをやってらっしゃる村の人たち、はい、そういった人たちをこう組み合わせながら7年かけて、撮影して、今年から上映が始まりまして、おかげさまで海外の映画祭にもいくつか賞もいただいたりしておりまして、まあ、これからも少しずつ、まあ、タイトルも紡ぐというタイトルなんですけれども、上映を紡いでいきたいななんていうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。このね映像を見てくださっている方の中でもね、もし私のところでやりたいわっていう方がいらしたらね、ぜひ声を上げていただいて主催をねしていただければと思います。そういった形でね、紡ぐを紡ぐという会がね、はい、ありまして、自主上映という形でどんどんね、あちらこちらで上映をさせていただいているという、そんな状態ですよね。そうですね。あと、まあ、はい、映画の上映に加えて、こう、地元の方とのお話し会ですとか、はい、歌とかね、まあ、今度は節子さんにも来ていただきたいんだけれども、歌のね、はい、多分中野では、ね、歌とクリスタルボールも多分あると思うんですけれども、はい、なんか映画もちろんいいんだけれども、映画と何かこう、うん、プラスして来ていただいた方との、こう、なんていうのかな、交流というかな、はい、そういったこう生のこう交流会、こう、場がこうなんていうのかな、和むというか、うん、ね、見て、あとはこう感じて、こうこれからの生き方のこうなんか参考にしていただければいいななんていうふうに思って活動を今しているところなんですね。はい、普通はね、映画っていうとただ見て、うん、で終わったらもう帰るみたいな感じで、そうね、それぞれ交流紡ぐ場がないわけですよね。その映画を見た後に皆さんとその共有された方々との触れ合いの時間という、はい、その瞬間瞬間をそうやってこう作っていく、紡いでいくというね、はい、そういったことはこれからすごく大切になってくるような、ね、うん、気がしますよね。そうですよね。なんかね、穴雪もね、なんかね、劇場でね、はい、歌ったりして、映画っていうのももちろんいいんだけれども、なんかこう映画をね、交流の一つの手法として、はい、取り組んでいくっていうか、足作っていくっていうのは非常にこう試み的に面白いなと思っていまして、うん、まあね、穴雪の数千分の1ぐらいな規模でやってますけれども、はい、穴雪に続けという感じで、はい、なんか、は
どんどん少しとずつ盛り上げ各ていき地たでいね、と。やらせていただいてて、なんか出会いもね、楽しいなと思いながらやらせていただいてますけどね。監督は幼少期はどのような感じでお育ちになったんでしょうか。私、そうですね、普通の子供ですよ。ただ生まれたところが松江っていうね、ご存知だと出雲大社とかもあったり、あと宍道湖とかもね、あって、非常に環境、東京に来てからね、田舎にいた頃は気づかなかったんですけど、皆さんそういうのね、多いと思うんですけど、素晴らしい環境の中で育ったのかなっていうのは気がしてますよね。でも夕日がね、宍道湖に沈む夕日って夢なんですけれども、それが家から見えるところで育ちましたので、そうですか。その辺が多分ね、映像を志した原点はそこなのかなっていうのはありますよね。なるほど。出雲って、出る雲ってね、書きますけども、やっぱり水蒸気が多いんで、なるほど。夕日がすごく綺麗なんですよね。無限のモネの絵じゃないけど、無限のこの夕日の階調があるというか、赤とかね、紫とか青とか黒とか、いろんな無数の夕日の色があって、それをね、毎日見てたんですよ。なるほど。で、遊び場所が宍道湖だったんで、宍道湖。宍道湖に目のってわかりますよね。目のって、石ね。目のの石ですね。この石を宍道湖に拾うのが、遊びなんですね。拾いに行くんですよ。漁師の人はしじみを取ってますけれども、しじみ取れないんで、目のをね、取りに行って、青っぽい緑っぽい目のが一番多いんですけれども、白目のとか、赤目のとか、黄色、いろんな色の目のが、宍道湖の打ち寄せる波打ち際に、あるんですよ。それを拾うのが 子供の遊びというか、そんな子供みたいな。素敵ですね。で、あと、エビもね、エビもと取れる、今でも取れるんですけど、昔はもっと取れて、お米屋さんに、いくらだったかね、3円とか5円だと思うんですけども、お米屋さんにぬかを買いに行くんですよ。で、ぬかを買ってくるんですね。それでぬかを、水の岩場にぬかをまいとくのね、歩くんですよ。それで、10分ぐらいしてまた元に戻ってくるのね。そうすると、山からエビが、このぬかを食べに、出てくるんですね。それをエビ玉、小さい、これぐらいの玉かな、玉があって、そのエビ玉でそのエビを取るっていうかね、すくうっていうことなんですね。で、長エビとか、大きいエビね、結構大きい。それを竹で編んだざるを水に沈めといて、そこに草を入れといて、草を入れとくとエビが飛ばないんですね、要は草が。なるほど。ざるに取ったエビをということで、そうですね、多い時は2、30匹取れたかしらね。で、それをうちに持って帰って、夜の料理の一品になるという。いい時代ですね。母がやってくる。当時は子供なんで、お酒飲まないんでね、そのまま食べますけど、今だったらいい、ね、お酒のね、ビールのつまみになったそうですかな。ね。出ま素す敵でね。すね。ミカさんという方、松江？私もそこで生まれ育ちましたというね。栗です霧も、ね。霧も素敵ですよって、コメント、霧ですね。いいね、出ますね。本当ね。宍道湖とかね、宍道湖から中海につながる大橋川って川があるんですよ。その川の北側が、殿町には落ち度があるんですね。で、南側がいわゆる、平民とか造兵たちの住むところですよ。でも、ちょっと南の方なんで、造兵というかね、下々の方なんですけれども、ええ西賀町っていうね、町がございまして、
僕雑賀小学校の出身なんですけれども、この雑賀っていうのは雑誌の雑と年賀の賀って書くんですけれども、要は造兵たちがいたり、はい、要は自分たちでいろんなこう道具を作ったりしている町なんですね、うんうん、今でもちろんございますけれども。なるほど。どういうわけか、雑賀小学校っていうのはオリンピックで有名な棋士、はい、博士とか、はい、若槻礼二郎さんとかが出た小学校なんですね。はい、こう絵とか銅像とかあったりしてね、立派な小学校だなと思いながら、まあ、なんだって言うが変なんで、いた、ね、小学校の、はい、ね、その土地の自然にこう育まれた少年時代をそこで過ごしたわけですね。そうでしたよね。はい、ぜひ、ちょっと、節子さん、行ったことあるよね。松江はないですね。ないですか。残念ながら、はい。出雲もあるでしょ。ないんですよ、実は。出雲もないの。ないんです。それはちょっと。それはちょっとですよね。松江は行ったことあるでしょ。なんか、別のところに、はい、あちこち今、遠くから行ってる感じで、最終的にまたそこも通る道なのかもしれませんが、はい、皆さんこぞって行くところはなぜかあまり行きたくないみたいな、はい、天の弱的なところがありまして。そっか、去年はちょっとね、はい、遷宮とかもあったりしたからね、だからね、はい、私もでも結婚式がね、千家さん、ね、10月にね、結婚式があるんですよ。そうですね、要は、はい、こっちの天皇の方と出雲の国蔵さんの方と、ね、結婚式があるので、ね、また10月9月10月は結構、にぎわうんじゃないかなと思ってますけどね。はい、ぜひ伺いたいと思います。美香さんからも、はい、ぜひぜひという、とても素敵な街ですと和菓子とお茶がとても美味しいということですので。お菓子屋さん多いんですよ。ああ、そう、有名なんですね。うんうん、昔ね、そうか、はい、お茶やる方はね、ご存知で、ふまい香、ふまい流って多分あると思うんですけど、松平ふまい香っていうね、お茶の好きなお殿様がいて、はい、それで、まあ、ご自分もね、たしなまれて、それで町民にも、武士町民にこうお茶の文化を広めたお殿様がいたんですね。うん、ですから、本当こう、一般のうちにも、はい、お茶を立てる茶碗とかがね、こう置いてあるっていうかね。そうなんですね。お菓子屋さんも多い、甘いものが、ね、多いのね、和菓子が、ね、多くてね、お店が多いですよ。ああ、そうですか。ぜひ伺いたいと思います。うちも ぜひ立ててくれましたよ、親父とかが。あ、そうなんですか。素晴らしい文化ですね。はい、サトラーさんから、小事故、出雲大社は一度だけ行ったことがありますが、目のは知りませんでしたということで。それね、うん、ないでしょう。はい。目のの方は私、しょっちゅう取り扱っていますが。そうですよ。はい。目のね、スライスしたものを。目のの店はある。はい。チャクラの上に置いたりとかして、ヒーリングに使わせていただいたりとかね、しています。いいですか、目のって結構。はい、いいと思います。はい、ああ、よかった。石が勝手に、こう、うん、なんか、ヒーリングをしてくれるので。そうなんですか。はい。ということで、そろそろ、その、紡ぐの方の、はい、前編、イメージビデオみたいなものがあって、準備してますよ、ということで。はい。ね、自分の話の前に、ね。はい。ごめんなさい、ついついローカルな話を。4分ぐらいしかないかな。1回ご覧いただければと思います。はい、そうですね。よろしくお願いします。はい、では、皆さんにまずはこの紡ぐを、ね、ご覧いただきたいと思います。では、テリーさんよろしくお願いいたします。
OK。じゃあいが。悪いとこはないね。大丈夫だね。でも私そこで声言ってることは分かったんですよ。でも聞いても私はもうなんかパニックになってるの分からなくて。土と水と空気と太陽と全てのものがない。一つでも欠けたら私たち生きることすらできない。愛を寄る、思いを紡ぐ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それぞれの、ね、生き方、代表として3人の方の、ね、生き方を紡ぎながら、最終的にはこの3人が最後にこう一つのステージを、ね、そうですね、作っていく、紡いでいくというような、ね、ストーリーに展開されていくわけですけども、はい、ぜひ、ね、これ皆さんご覧になっていただきたいと思います。今このね、放送を見てくださってる方全国に渡ってますのでね、いろんな場所でやってると思いますので、10月9日は中野でやらせていただきますが、その前に監督の方から宣伝というか、ありがとうございます、いつまでやりますよということで、お願いいたします。はい、はい、ね、ですね、東京が9月の23、東京というのか関東が9月の23が、はい、蕨市の市民会館、はい、で埼玉ですね、埼玉ですね、はい、はい、で10月の8日が、はい、橋本ですね、はい、ソレイユ相模セミナールームイオン橋本6階ですね。あ、はい、これ、はい、上映と私も参加予定でおります。あ、そうですか、駅前ですよね。そうですね、はい、すごく行きやすい場所ですね。地元もね、綺麗になったって大きくなりましたよ、あの町。はい。私も地元でした。近くに、はい、多摩の方におりましたので、1年半前は。はい。通ってね、本当に。映画はそこでよく見ていましたけどもね。これが10月の8、はい、8日。10月8日ですね。13時半、はい、昼ですね。で、はい、10月の8日の夜、18時半。6時半から、はい、表参道東京ウィメンズプラザの視聴覚教室。あ、はい、これは船戸隆先生も見えて。あ、そうですか。また私もゲストでということで、はい、予定で、これはホロトロピックネットワークというところで、はい、ご主催いただいてますね。はい、あとですね、10月の、あ、これはさっきね、節子さん、はい、10月の9日、中野ゼロの視聴会。そうですね。はい。木曜日14時からでしたかね。はい、2時からです。はい。ですね。これは私も、はい、はい、参加させていただくということで。はい。あとが、10月の13日、体育の日ですね。はい。10時半からと13時半から、2回上映ですね。はい。これが、稲城、地域振興プラザ4階、稲城駅ですね。ああ。はい、そちらの中というか、はい、うん、割と近いところで、はい、これは稲城でいい映画を見ようという会がございまして、うん、ここで上映していただくということで、
はい、ちょっと私はちょっと行けないんですけれども、映画上映となんかご地元の人たちのトークカフェという、そういうお話し会があるということで、これも楽しみんじゃないかなと思っております。はい、あとが10月の14日が、6時半から、夜の6時半から、筑波市民大学、筑波市民大学の、ですからこれ TX 筑波駅とか筑波バスセンターかな。これは映画上映と、はい、シェア会っていうか、ここね、皆さんでね、お話し会みたいなのをやっていただくということですね。はい、あとが、10月の20日、月曜日、20日ですね、10時半から、うん、長野県ですね、お菓子の窓さんという、ところでミニコンサートも含めてやっていただけるみたいですね。はい、20日です。長野県ですね。はい、長野県。はい。はい、あとは10月の25日が、1時から、これ、太田市ですね。グリーンライフ太田のショールームで、やっていただくということです。はい、これが一応ね、はい、普通の上映で、なんとそれと合わせて、神在月、伊勢から出雲へ紡ぐ上映ツアーなるものを、はい、を計画しておりまして、ええ、神在月ってね、旧暦なんで、まあ、今10月、11月なんですけれども、はい、まあね、出雲の方では神在月って言ってるんですけれども、そうですね、なんか神様が集まるんですよね。集まるんですよ、出雲にね。はい、10月はちょっと早いんですけれども、神在月、出雲に伊勢さんから、まあ、目指して出雲に行こうというツアーを今計画しておりまして、はい、これが、チラシが、これ、これかな。見えますかね。はい、見えます。もうちょっと前に、カメラの前に。あ、ちょっとずれてますね。きっとね、どこでしょう。はい。伊勢。伊勢がですね、13日。13日、はい、はい。やらせていただくということで、合わせまして、ここで見えてますかね。はい。で、淡路島が、伊勢はですね、なんと、佐藤三郎さんも参加していただけるということで、はい、伊勢の二見浦の旭館というところでやっていただきます。うん、そして、この映画の音楽にもご参加いただいてます、山本康生さんと星子さんのお二人、月夢っていうね、デュエットになってますけれども、はい、お二人も音楽で来ていただける、コンサートで来ていただけるということで、はい、結構スペシャルな、そうですね、はい、これが13日、これから13日からずっとこう出雲を目指して予定でございまして、はい、14日が淡路島、15日が神戸、うん、17日が大阪、はい、18日が岐阜の揖斐、19日が岐阜の鹿島、うん、21日が岡山、はい、10月22日が高梁、24日が米子、26日が松江、同じく26日がこれ夜ですけども出雲ということで、ちなみに、そうですね、淡路島は、このさっき言いましたけど、この映画の音楽にもご参加いただいてますエマ&エソーさんの新しいユニット名で、出ていただくということになっております、うん、由来というね、はい、そしてあと大阪にもエマ&エソさん来ていただけるということですね。はい、それであと岡山でも私の実は岡山は音楽の参加は当初なかったんですけれども、20年ぐらい前に東京で映像のプロデューサーをやってらっしゃった方がどういうわけか岡山に帰って今音楽家になられて、あ、そうですか、はい、ってんですけれども、トシさんが音楽で参加していただけるということで、うん、トシさんとナナミさんのライブというのも映画上映と合わせて岡山高梁では、結果されています。そして合わせまして松江では実はですね、松江はですね、よし、なんか宣伝で申し訳ないですけども、あ、いえいえ、どんどん宣伝してください。26日なんですけれども、これがですね、なんと忍上津軽三味線の木村俊介さん、あ、はい、と津軽三味線の小野悦郎さんも来ていただけるということで、はい、木村俊介さんはこの映画のメイン曲の愛を夜思いを紡ぐという曲の作詞作曲者でいらっしゃいます、ね、はい、で忍上と津軽三味線、
で、小野悦雄さんも僕もよく知ってて撮影もさせていただいてて、この津軽三味線はこれはもう壮観ですね。私も何度も聞かせていただいてますけども、感動ですね。本当に和の息を、とにかくこう心の息を感じさせるような演奏をしてとで、あの映画上と合わせてきていただく楽しみにしておりまして、そして実は前夜祭は25日、25日に夜には来れるよってことなので、25日の夜に、松江市のお城の近くの蓬莱荘さんというところで、前夜祭、食事付きの前夜祭で、これも津軽三味線ということで、やらせていただこうと思っていますので、これもまた楽しめるんじゃないかと思います。ですからこの25の夜、前夜祭、26の昼、そして26日の出雲ということで、出雲がですね、石を撮る写真家の郡司さんっていう人がいらっしゃるんですけれども、はい、そこのギャラリー&カフェ、まないなってところですね、上演していただくんですね。これは地元で歌手をいらっしゃる歌島さんにも音楽をしていただけるということで、それから出雲のこう最後は出雲ということで、私自身も楽しみだから、はい、映画を紡い、楽しみですね。元の人、皆さんとのね、はい、交流もさせていただきたいなと思いますので、詳しくは、ウェブの方で、ホームページにも、はい、ホームページを、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、ぜひ、お越しくださいませ、はい。宣伝でした。ありがとうございます。はい。はい、そんな素敵な映画作りを、はい、いらっしゃる監督なんですが、ズバリ、生きるとは、監督にとってどういうことでしょうかね。生きるとは、はい、普通に暮らすことっていうか、普通に。うんうん、はい。今ある、ええ、今いる時間、うん、今あるものにこう、はい、満足してっていうかな、楽しんで過ごすっていうことで、ええうん、それだけで僕は十分かなっていうふうに思うんですね。この映画のテーマっていうのも、ええ、そこなんですね。要は、はい、納戸隆先生にしても八重ちゃんにしても宇佐五郎さんにしても、はい、今いる時間を大事にしながら、うん、今自分のやれることを一生懸命やってらっしゃると、うん、でそれ以上は望まないと、はいですね、やってることに対して決してこうマイナスと捉えないというか、うん、全ては、まあ、宇野先生はね全てはうまくいってるっていうね、うん、あの呪文もねありますけどね。そうですね、はい、それ映画でも必須、うん、あ、これこれ。すべてはうまくいっているってやつですね。ね、宇野先生もお好きで、映画の中でも何回も登場するんですけれども、はい、ね、その、がんに、ね、なられた方たちを連れて、石垣島にね、はい、気候ツアーとかで行ったりしてる場面もあるんですけれども、うん、その中でこう、海辺でね、はい、海岸でみんながね、こう全てはうまくいってるっていう動きをすると、まあ、全てはこう、はい、そこに納得して生きるということです、ねはい、ロバさんから映画のテーマは、はい、辰村監督の地球交響曲ガイアシンフォニーのようなものかなという、うんコメントが来ていますけどもはい、はい、目指す方向性は一緒かなというふうに思いますね、うんだから感じるのはその映画今の時代はそういう映画もこう増えてきてるのかなっていうのを僕は感じはしていますよね。もちろん声高にはい、あるいは反対とかを訴えるっていう映画ももちろんあってもいいと思うんですけれども、はい、静かに今の生き方を見つめたり納得するっていうような言い方をこう映像で説明するという、はいしてくれるっていう映像も、うん、で初めて来てるっていうことであれば多分僕が作ったっていうのを天がそういうふうに作らしているというふうに思って、うん、僕も取り組んでるというところですよね、はい、かつては CM ですとか、はい、テレビ番組
ドキュメンタリーなど仕事をしてらしたと思うんですけども、今はそういった仕事はあまりやらずにこの映画の方に重点を置かれているということでしょうか。両方ですかね。はい、その映画っていうのが比較的3次元から4次元に近いようなドキュメンタリーは、そうなん、僕のドキュメンタリーなんですけれども、はい、その3次元的な今のこの世の中に沿ったものも作らなくちゃいけないなっていうのがありまして、はい、もちろん番組とかPR ものとかもやらせておりいただいておりまして、はい、そうですね、半分ぐらいはそちらの方に力を、時間を使って、半分はドキュメンタリーをということでやらせていただいていますね。はい、あと今はやっぱしこう紡ぐの、上映会がかなり忙しくてですね、はい、その準備とかで、なかなかガイアシンフォニーみたいにね、大きな組織じゃないもんですから、細々とやっておりますので、はい、なんかね、ホームページも僕が作ったり、して、時々ね、お手伝いいただいてたり、ご協力いただいていますけれど、本当に皆さんでね、お世話になりながらも、細々とやってるっていう感じですよね。まあ、それが大それた、伊勢から出雲なんていう、やってしまうんで、ね、皆様に協力していただくのに、ご迷惑かけてしまってる部分もあるかと思うんですけど。見えない存在が、だから監督もおっしゃった4次元5次元の方につながっていく、そういう流れがきっと出雲の、ね、ツアーを通じて、きっと見えない存在のサポートが、ね、あって、どんどんこう広がっていくんではないかなっていうような、ね、予感がしますけどもね。そうですね、だからはい、ちょっとこう出雲とか出雲ね、頑張ってはいるんですけど、そうするとこのまたそこでね、出会った途中でね、上映に向けて、準備しているときにこう、出会わせていただいている方とのまた交流ができたり、その方がまた違うところで、上映ね、していただけるとかっていうのもありますので、なんかやっぱしね、さっきも言いましたけど、本当こうタイトル通り、僕自身もこう紡がせてもらってるんですけれども、いろんな方々とのご縁もね、紡がせていただいてて、まあ、そのね、出会った方々もなんかこう、この映画とね、出会ったことで、何かこう変わったというふうにね、言っていただいてる方もいらっしゃってて、何かね、面白い、はい、出会いの映画とでもか、何かこう変えてくれる映画なのかなっていうのは、自分で言うのも変なんですけれども。いえいえ、まさに私もそういうふうに思います。その映画を見ながら、紡ぐという題名通り、こうやってこの映画を通して紡がれていく人との縁みたいなもの、そういったものを本当感じますね。実は、ね、はい、昨日インドのデリー行きのエアチケットを購入したんですよ。はいはい、どういうことかって言いますと、5月に、北インドのダラムサラ、ダラマーさんの亡命政府があるところですね、はい、ダラムサラの、映画祭がありまして、そこでこの映画も紡ぐも出品させていただいたんですよ。そうですか。そういったまあこの向こうにそういろいろチラシを送らせてもらったり、ポストを送らせてもらったり、向こうの人とのお話してるうちに、はい、じゃ それでそうだそうだ、向こう の食堂レストランなのかな、この映画をね、事前にこう映画祭の前にこう日本人の方もね、何人か集まって見ていただいたんですね。はい、そしたら後で電話とかメール来まして、もう号泣でしたというふうに言っていただいて、はい、でついてはその吉岡さん、こうインドに来ませんかという話になりまして、うん、どういうことかと言いますと、はい、インドのダラムサダ周辺の学校でこの映画を上映してくれないかということですね。はい、この映画のテーマっていうのが、その先ほど言いましたけれども、今を生きる、今いる場所で生きるというのがテーマなんですけれども、うん、要はそのやっぱり寒い地域で、なんか土地もね、そんなにこう豊かではない土地で、どうしても外に目が向けられがち、出稼ぎとかね、行かなくちゃいけないっていうのを考えがちなんだけれども、そうじゃなくって、その今いる場所で、今ある時間で生きるにはどうしたらいいのかということを、その子どもたちに感じてもらいたいと。はい、で、
一応英語版もねございますので、英語版を持って、はい、ただ僕はそんなにね英語うまくないし、あっち何語、ヒンディー語っていうんですか、あそうですね、ですか、多分おそらく、はい、ですか、そうから言葉わかんないんだけれども、何かこう映画だけじゃなくて僕行くことによって何かこうまたね出会いがあったり、はい、この人との交流があったり、何かこう、うん、私自身もねひょっとしたら何かこう変わるかもしれないし、うん、何かこう出会いを求めていくというね、はい、うん、いいですね、出会いの中で本当に気がつかなかった自分に出会うっていうことも起きてくると思いますしね、自分自身相手の方ともお互いに鏡になって、そうですね、映し合っていくわけですよね、うんうん、やっぱりインドはね僕、はい、まあ高校の時からヨガやってたりしたんで、大学に、ね、なって東京に来た時にヨガ道場、いろんなところヨガ道場もあったりして、はい、インド人の先生もいらっしゃったりして、その時にインド行きたいなと思ってたんですね、まあ、ちょうど学生紛争終わった頃で結構インドブームってあったじゃないですか、はい、ちょっとね怪しい人たちというか、まあ、一番怪しかったのかもしれないんだけども怪しい一派に混じって行きたいなと思ってたのね、でもインド行かなかったんですよ、はい、なんでかっていうと多分帰ってこないんじゃないかなと思ったわけ、なるほど意外とそういうの好きなので、まあ、今、毎日やってますけれども、インド行かなかったけれども、インド行きたいなって、なんかね根底は、まあインドを含めた東南アジアって言った方がいいのかな、なんか好きなのね、なんかそこがやっとなんかねインドに行かせていただくっていうのも一つの節目、はい、と思ってね、楽しんでこようかなと思ってて、もさっき、まあ、新宿の話出ましたけれども、はい、やっぱなんかそういうね東南アジアにこう流れるそのなんていうのかな、自然と一緒に、まあ、もちろんね世界の人はそうなんだけれども、特にアジアの人たちっていうのはこう自然と密接につながってきた、その川とか海とか大地とか木とか草とか、まあ、そういったものと話せるというかな、そういう話しながら生きてきた民族たちだったのかなっていう気がするんですね、はい、この映画もそういった部分を根底に据えながら制作させていただいているんですけれども、なんかこれからもそういったテーマで大地とか草とか木とか川とか、そういったこう自然のリズムを大事にした、でここ次の時代に伝えていけるような映像作りをやっていきたいなっていうのが今は思っているところって、ずっと思ってるところですね、はい、多分節子さんもそういう流れで いらっしゃるから、そうです ね、うん、はい、方向性なのかなっていう気がしてますけどね、はい、やはりどんどん動きが出てきていると思うんですよね、うん、今までその反対のなんて言うんでしょう、本当は大事に根ざしてね、自然と共に生きるのが一番だって分かっていてもできなかった現実があって、で、そこからですね、本来の、自分自身、まあ自分探しの旅じゃないですけども、やはり、自然の中にいることで思い出していく、本来の自分自身、そこへとどんどんね、旅は、人生は旅ですので、続いていくと思うんですよね。で、人間は足を持ってますのでね、植物と違って、やっぱり動くことができるわけですよね。そういった意味で、生まれた場所から少し離れて、見てみると、その本当に生まれた場所の素晴らしさが、改めてね、自分の中に蘇ってきて、で、他のところを旅する、と同時に、その本来の自分のふるさとの良さみたいなものがね、本当に深く浮き上がってくるという状態があると思うんですよね。ですので、まあ、いろんな旅の途中で皆さんと出会い、そして、それぞれの中にいろんな気づきがあって、で、紡いでいくね、風景、美しい風景がね、人生を彩っていくんではないかなと思いますね。そうですね。はい。さっきは伊勢から出雲なんですけれども、またなんかこう来年になったら今度南の方ね、はい、冬はですねこっち寒いんで南の方で、九州とか沖縄とか、はい、その辺りの人たちとの交流から上映会をね、行きたいなと思ってまして、なるほど、結構沖縄がよりね昔
よくしてまして、はい、この映画の紡ぐのね、映画の中に石垣島とかもね、はい、屋久島もね登場する、はい、私も屋久島合宿とかねさせていただき何回も行ってますけども、今度は宮古島にご縁をいただいて行ってきます。はい、先日ね監督とご一緒した北海道で、うん、アイヌとやはり触れ合うことが起こりまして、うん、アイヌコタンの石を持って、うん、今度は宮古の方と、うん、交流をしていきたいなと思ってるんですけども、うん、やっぱりルーツはみんな同じでね、やはり東南アジア系のものがあって、うん、で多分その日本列島の中でもどんどんとねそういう民族性が端へ端へと追いやられていった歴史があると思うんですね。でそれをまた一つに紡いでいくというね、そんな流れなんではないかなと思っているんですけどもね。なんかね、まあもちろん本州もあるんですけど、はい、沖縄と北海道ってなんか僕自身まあ増えてきたっていうかね。はい、ねえ、やっぱでも元々のねその原人というかねその辺のね、はい、DNA がね沖縄、まあ、九州、北海道はやっぱしこう元々のね原住民の人って変な言い方ですけれども、ええ、そういうこうなエネルギーが、ええ、人にしてもこう植物にしても、はい、川にしても海にしてもなんかこう、まあ、違うエネルギーがあるっていうか、うん、違うっていうか元々のエネルギーが残ってるって言い方した方がいいんでしょうかね。そうですね、やはり自然が色濃く残ってるので、うん、そういったものとやっぱり人との交流がありますよね、うん、ますよね。もこの間ね二部谷にね行かせていただいて、はい、旭川からね、あれね運転していきました。結構あるんですね、北海道も広いなと思って。広いですね北海道ね、はい、でも結構遠いなと思いながらもやっぱり行ってよかったなと思うのが、ね、そうですね、方たちにお会いできて、はい、そうですね、やっぱ朝畑の中で歌を歌っているとなんかとっても初めてなのに懐かしい感じがするのがね不思議ですよね。ですよね、朝畑もね、はい、やっぱり DNA の中にその朝とのね、はい、何かつながりというのがきっとあるような気がしますね、うん、朝ってほとんど特殊な、うん、結構問題点がばかりがねはい、クローズアップされがちなんでしょうけれども、ええ、やはりその朝の植物っていうか、まあ、全ての植物動物そうだと思うんですけれども、やっぱりこうエネルギーを持っているということ、うん、朝は特にやっぱりエネルギーを持っている、やっぱ何かこう、うん、ね、次の時代を開くキーワードの植物の一つかなというふうに僕も思っていましてね、それ で、 そうですね、まあね、本当はこう違う次回作とかいくつかあるって、はい、考えてて、そっち準備しなくちゃいけないなと思っていたんですけれども、まあ、いろんな、ね、方とのこう出会いとかあって、はい、タイマーをね、朝をね、映像で各地で撮影を、ね、させていただいているっていう状況で、うん、はい、本当に、ね、この間も岐阜にちょっとお邪魔させていただいたり、はい、もちろん栃木もね行かせて、まあ、北海道はね節子さん、はい、はい、一緒に、はい、してね、この子をお会いしたりして、まあ、宮崎でも今裁判勉強ね、うん、お取る方がいらっしゃって、はい、あ、もう出ましたか宮崎で。まだ今ね、これから、はい、を議会の委員会でちょうど10時からですね、はい、公聴会、今これから、今日ですか。今日です。あ、そうですか。言われたんですよ、吉岡さん来てくれないですかって。ええー。いや、ちょっと今日ね、このスピリチュアルテレビのちょっとオンエアがあるんで、まあ、はい、あっちパソコン持ってきゃよかったかもしれないんですけども。ああ、なるほど。ちょうどこれからですね、朝会を裁判になる方が、議会で、議会で今日お話、委員会ですけどね、お話になる、うん、あ、そうですか。だから、まあ、宮崎も早晩始まるでしょうね。はい、あと先ほど、ね、せつこちゃんおっしゃったんで、宮古島も、はい、やってらっしゃるじゃないですか。はい、ですから宮古も来年ぐらいにはちょっとお邪魔したいなと思ってます、うん、はい、ちょっと見てきてください。はい、先に行ってきます。はい、アイヌと朝摘みとクリスタルボールをつないでね、
着たいと思ってます。やっぱり朝摘みのクリスタルボールを演奏するようになってから、その朝摘みの、クリスタルの力、増幅する力が、ね、ありますのでね、石の力がしっかりとなんか意志を持ってね、みんなをつないでくださるようなそんな気がしています。今度宮古島で生古賀さんという方が朝摘みのね、サロンドヘンプというところでいろいろ活動なさってらっしゃって、全国回ってらっしゃいますけどもね、ご自宅で朝摘みのクリスタルボールのセッションすることになってますので、はい、そちらも本当はね、監督に来ていただいて撮っていただいたりするといいのかもしれないんですけどもね。もう来週です。すぐじゃないですか。はい、23日から、3泊4日で皆さんと合宿をさせていただくことになってます。ひょっとしたらちょっとチラシを拝見したんじゃないかと思う。申し訳ない。あ、いえ、とんでもないです。はい、何人かでクリスタルボールやるっていうのはそこでしたっけ、違いましたっけ。そこでも、はい、原真由美さんっていう、クリスタルボール奏者の方と、はい、3人でやらせていただきますけども、はい、その他に多分監督にお渡ししたのは4人で、あ、4人か、はい、ね、4人でやるピラミッドセンター の、 10月4日のコンサートのチラシではないかなと思われます。すごいですね、4人でクリスタルボールっていうのか。はい、そうなんですよ。お一人のはかなり聞かせていただいたことありますけれども、なんか4人のクリスタルボールっていうのはないね、3人もない、ないし。そうですね、初めて、はい、6月に一度やらせていただいたんですね。で、あまりにも良かったので、そう、いはい、また次回をということで、今度10月にまたやることになりましたけども、すごいと思いますね、はい、でやるんだね、ピラミッドの柱のね、下でちょっと、ね、4つか、4つの柱で4人の女神がみたいな形で。女神ちょっとそこで引っかかりますね、やっぱり。じゃあ、こう衣装も。そうですね、衣装はもう巫女のような形で、真っ白な衣装に身を包み、真っ白な心で演奏させていただくということで。いいですね。はい、面白いんですよ。一人で演奏しているよりも、よっぽどなんか自分が出てくるという。うん、形で、なんかここでこの音が欲しいなと思った時に、どっかから別のところからその音が出てくるんですね。ほう、それがなんか折り重なっていって、本当に面白い体験をさせていただきました。あ、うん、本当幸せっていう感じで、4人合わせてね、地上のものともない世界になっちゃうんだろうね、きっとね。はい、なんかね、うん、乗っ取られますね。ピラミッドというところは結局その4つの柱が1つにこう集約されてるわけですよね。で、ワンネスの世界、4人で起承転結、春夏秋冬、何でもそうですけど4つで1つになってます、巡っていますので、4人でそうやって奏でていくと、本当に1つの素晴らしいハーモニーになって、で皆さんも本当にその響きの中でね、別次元へと旅をするという、そんなに、はい、時間でしたね。そうですか。じゃあ、また機会がありましたら、ぜひ、はい、ぜひ出していただき、4クリスタル、はい、ハーモニー。そうですね、はい。ハートフルコンサートということで、1月の4日にやらせていただきます。はい、駅どこですか？柳川です。中央線の。柳川って駅ありましたっけ？知らなかった。柳川。大月と高尾の間ですね。比較的こっちですね、じゃあね。あ、はい。大月と高尾の間。あ、ちなみに方まで行かないんですね、じゃあね。そうなんです。東京から7、80分で着くと思います。ああ。はい。そうですね。あ、そうかそうかそうか。ですので、八王子から30分ですので。あ、ですね。あ、もう本当に近いですよ。ね、あ、じゃあ、またちょっと、あと手帳。はい。させていただきます。はい、ありがとうございます。ですね、はい、そろそろあゆやお体操行こうかななんて思ってるんですけど、喋ってばっかりでもなんですので、やっぱり歌が出ないとね。ついつい水曜日ですので、歌う水曜日という看板に偽りありと言われてはいけませんので。そうだね、ここら辺で、はい、歌を歌いたいと。見てる人よくわかんないかもしれない。じゃあ、ちょっとだけお話ししていい？どんな番組なんだという、ね、あゆや体操っていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっと僕ヨガをね、ずっと30、40年近くやって、あ、40年になるね、ちょうど40周年ですね、今年。そうですか。なるんですけど、高校の時なんですけど、はい、各地でね、ヨガの、その一緒にやったりしてて、
あと沖縄とか石垣島とかで一緒にね朝ビーチ行ったりしてやってるんですよ、朝日見ながら。いいですね、はい。それでそのそういうあのやったりするんですけど、あのある時にあの子供たち の, あのミュージカルグループがあって、あの、はい、現代版組踊りっていう、まあ、石垣島おやけ墓八っていうミュージカルをね地元の子供たちがやってらっしゃるんですけれども、はい、その稽古場でね、じゃあ吉川さんヨガを稽古の前にやってよってことでね言われたりして、ヨガもねやらせていただいたんですけども、はい、やっぱり小学校小学生中学生、まあ、高校生はいいかなたちってな、ヨガってなんかこうちょっとこうまどろっこしいっていうか、まあ、国際とでもいうか、うん、ちょっとこう大人の世界とでもいうか、うん、ちょっとやりづらいというのがあって、子どもたちにもできるなんかヨガの要素を入れたような体操的なものってなんかこうできませんかねって頼まれたんですよ、沖縄の人にね、はい、それでずっと考えていて、名古屋の長久手に五時から村っていうところがあるんですけども、岡川がね、はい、いろんな高齢者施設とか荻野、はい、幼稚園とかってするんだけど、そこの古民家に泊まらせていただいてる時にふと天から降りてきて、うんうん、あゆえお体操っていいんじゃないのっていうのをちょっともらったんです、はい、どういうことかっていうと、あいうえおの音ってまあねいろいろ重要な音だと僕も思うんですけれども、はい、あゆえおのあゆえおって子どもたちも分かりやすいじゃないですか、うん、であいうえの音で何かその音をからイメージする形を自分たちでやってみると、はい、呼吸法もあったり体を動かしたりでもあるということで、もともと僕ヨガの中でもフリーイメージングヨガっていうのを提唱してるんですけれども、はい、あのヨガの中の猫のポーズってあったりするのをご存知ですよね、あの、まあ、そうじゃないポーズもいっぱいあるんだけれども、なんかこう今あるものに対して体を振り向ける、その形になろうとするっていうイメージすることによって、なんか体がそっちにこう慣れるとでもいうか、まあ、猫になるとか蛇になるとか木になるとか、なんかそれをあいうえおでやってしまおうかというのがあいうえお体操なんですよ、うんうん、でそれをあのたまたまそのさっきのミュージカルを石垣島の、あ、違う、沖縄本島のミュージカル、まあ、沖縄本島でもミュージカルやってるんですけれども、カツデンでやってらっしゃるんですけれども、そのカツデンにカメラを3台持って行った時があったんですよね。はい。撮影するんで、そのカメラ3台あったので、じゃあそのあゆえお体操のデモ版を作ってしまおうかということで、地元の沖縄の人たちに頼んで、で、音楽も即興でやってもらって、芝ちょっと僕が書いて、それで、4、5分の即興の歌みたいなのを作って、それで YouTube にアップして、それを沖縄の子たちに見てもらって、それでそしたらなんとあの当初はねそんなアクセス数 YouTube でやったらなかったんだけども、おじさんでなったかしら、昨日ちょっと見たら今1万アクセスになってた、1万アクセス、すごいですね、びっくりでしたよ、1万超えたんだと。はい、ちょっと AKB 目指してるんですけど、なかなかそこまでいかないんで、はいね、目指すなって言われそうなんだけども一回 ね, そうですね、目指さないで今を生きるわけですから、今をああいう体操で生きようってことで、ね、はい、一回そのデモ版を見ていただいてから、はい、ちょっと節子さんと一緒に、あ、いいですね、やりましょうか、はい、やりましょう。テリーさんも参加されるのかなみたいな。そうですね、テリーさんも一緒にみんなで踊れば怖くないみたいな、はい、やはり楽しみたいと思いますYouTube 版って今流れるもんですかね。あ、もう大丈夫です、はい、あの準備していただいてますの で, そうです、じゃあちょっと、はい、はい、ではテリーさん、あのあゆえお体操よろしくお願いいたします。一度僕も出てきますけど、はい、ご勘弁ください。はい、ありがとうございます。音流れますよね。うん、流れます。まずは見ていただきたいと思います。はい、はい、
これ5時からもね。地元の子供たち。はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました、すっかりやる気満々で準備をしております。あゆえのあーこですね。あ、今の一つの例はあわあずらでしょ、いわ石。石。うわ。ループしてます。うん。円は、
まあ似てるけど、円で、おーは、おー、要はその宇宙空間に存在するすべてのものは、だから多いっていうのは別にと物質的じゃないんですけれども、まあその機能、はい、あのなんか波のように音がループしてます。大丈夫でしょうか。皆さんにはどういうふうに聞きますか。私のとこだけかな、ループっていうのは。ループ。ループ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、治りましたね。あ、治りました。よかった。はい。失礼いたしました。ですから、はい、あ、なんか楽器なんかない、ないですよね。楽器。あの、先ほどロバさんから、あの、朝摘みのクリスタルボールってどんな音なのかなって、想像できないなんていうのがあったんで、これでは、でも、これで、体操はちょっと感じが違いますよね。リズム刻めないかもしれない。そうですね。リズムが刻めませんね。これが朝摘みのクリスタルボールです。別のなんか瞑想空間に入ってしまいますが。最後はそれでいいかもしれないね。はい、こんな感じで朝摘みのクリスタルボールの音色はこんな感じです、ロバさん。はい、はい、そして、アイウェオの歌の方はどういたしましょうか。じゃあ私がちょっと宣伝しましょう。後ろ見ちゃいましょう。そうですね。で、はい、I will でしょ。で、振りますんで、はい。そしたら節子さんが、はい、あでこうイメージするものとかでもいいですか。はい。テディさんも登場されるのかな。テディさん登場ですか。テディさん、おーい。ちょっと待ってね。じゃあどっかでいとかうとかで。はい。あーは、なんか物がいいですか。あの、自然界に存在するもの、宇宙界に存在する。アリお任せします。アリです。アリンコ、はい、キャラクター、うん、キャラクターっていうかふなしとかダメですよ。それふなふなちゃうけど、はい、ないけど、あの、それって人間が作ったもんじゃないですか。人工的に。じゃあ私、あね。あはありがとうのありさん。いきますよ。はい。あいうえお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 のあは。ありさんのあり。だよ。みんなでありになりましょう。ありんこ。アリンコの気持ちで気持ちよく大地と一緒に生きていく。どんどん、あいうえお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 、いいわ。ティーさん来ないね。はい、節子さん、いいわ。またいかいか、イカ、海に泳ぐイカ、みんなでイカになっちゃおう。イカは海でみんなと一緒に、人間も海に生きていく。海のような気持ちで明るく広く大きく、海のように生きてイカになりましょう。どんどん、あいうえお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 、うわ、うし、うしですよ。うさぎ、のんびり、のんびり、一生懸命だけどものんびり、みんなで牛になっちゃおう。
石のようにゆっくり太一と一緒にのんびり行けたら気持ちいいよ。牛、あいうえお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 の A は、はい、てんじさん、え、え、え、A はなんだ、え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 、海で言ってますね。えいですよ。みんなでえいになるよ。海の中をゆったりゆったりすぐ早く時もあるよ。えいのように海をすいすい行きましょう。人間もすいすい行けたらいいね。どんどんあいうえお、あいうえお、あいうえお、あいうえおのおは、はい、せちゃん。音。音ですよ。音はなんかすごいよね。音の意味をせっちゃんよろしく説明して。見えないけれど。聞こえてくるよ。確かに存在してるんだ。音はあちらの世界とこちらをつなぐんだ。あんどんどん音でみんなが一緒に一緒に、すべての生物も生物宇宙みんな一緒に音でつながっていくのかな。響き合って生きていけたらいいね。どんどん。ああ、何だったっけ。ああ、アリンコ。アリンコ。ああ、いいはいいか。いい。うーは何だっけ。う、何だったっけ。牛。うさぎと牛。ええは、えい。おは音。音。あいうえお。おしまい。トントン。ありがとうございました。楽しい。熱くなっちゃった。すごい楽しかったです。はい、ありがとうございました。熱くなして。熱い熱い。こうやって音をね、はい、つないでいく。音でつながっていくって本当楽しいですね。ね、うん。いいですね。音をね、はい、響かせていきたいと思います。どうぞ。ちょっと、息が上がってます、ね、楽しかったですけども、こういう動きの後にこういう音はいかが出た、来たね。これが朝摘みのクリスタルボールです。おお、音はいいね。おの共演。
あなたと私を音が紡ぐよ、お友達。朝から失礼いたしました。お友達よ。ということで、音のプレゼント。ございます。いい声だね、本当に。はい、楽しいですね。で、この番組に出た方は漏れなく歌う歌があるってご存知でしたか？あ、なんかこの間も歌わせていただいたか踊ったかしたかもしれませんよ。はい、そうなんですよ。この間どうなかった？踊りましたっけ？最近なんですけどね、はい、出ていただく方にはここのところ踊っていただいてます。やっぱし、はい、この方が踊るのという方にも踊っていただいてます。でやはりこれからはね、天の岩戸開きじゃないですけど、天の娘の御事が踊りましたよね、舞いました。そう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 。そうしないとね、開かれていかないと思いますので、歌ったり踊ったりすることでどんどんね、開いていきましょう、結んでいきましょう、紡いでいきましょうということで、ね、今日はテリーさんにも参加していただき、誠の歌を歌いたいと思います。はい、あ、つむぐちゃんありがとうございます。一緒に踊ったらポカポカです。なんか感動して涙が楽しかったですというコメントいただいてます。ありがとうございます。あとガネーシャさんからもありがとうございます。即興の歌ダンス最高ですね。吉岡監督&節子さん&テディさんありがとうございますというコメントいただいてます。ガネーシャさんありがとうございます。嬉しいですね。ご地元でも、はい、皆さんやっていただければ。はい、はい、そうですね、はい、ということで、ガネーシャさんからコメント他にもいただいてますね。沖縄での上映会楽しみに待っていますって、沖縄からですね、はい、ありがとうございます。ガネーシャさん、ご参考までに紡ぐに出演されている八重さんが歌っていますということで、名も知らぬ花のように、加藤時子さんの次女ということでね、ご紹介をいただいてます。はい、こちらのね URL の方から入っていただいて、素敵な歌です。歌っていただければと思います。みんなでね歌って紡いでいきたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい、ということで、少し、クールダウンしたかな。いや、いつでも大丈夫ですよ。大丈夫ですか。何やってんですか。そうですね、失礼いたしました。いいです。さて、それでは、これからね監督も朝のビデオ映像を作っていっていただけるということで、次回作本当にね楽しみなんですけども、まあ、その中に入るかどうか分かりませんが、おそらく入らないでしょう。誠の歌の歌を特別版ということで、はい、歌わせていただきたいと思います。できたらテリーさんも出てください。あ、嬉しい嬉しい。基本的にハートチャクラからね出発して、陰と陽ですね、まず右と左、はいはいはい、右手から、左手、本当は左手の方がいいのかな、陰から出るのね、本当は陰から出て陽に転じますね。左、右、はい、インフィニティみたいな形ですね。8の字、横に寝かした8の字をハートチャクラを中心に描いていきます。そしてそれを今度はくるっと90度回転して上からいただく感じなんですけども、8の字をまた描いていきます。8の字の中心がハートのチャクラになります。で、上から天と地を結んでいきます。天からエネルギーをもらってきて、で後ろを通ってハートチャクラを通って今度前に行きますね。前に行って、そして大地のエネルギーに返して大地からまた背中側からもらってきます。そしてハートの中心を通って今度は前に行きます。そして天へと返していきます。この8の字を体のハートチャクラを中心に作っていきます。この動きがね、基本なんです。幸せで、この幸せを紡いでいく、1、2、
三四です。男と女と、そして天と地ですね。はい、陰と陽と天と地を結んで幸せになっていくという、この動きを中心に、そしてそこにハートから生えてくるのがこれ、大麻の葉っぱね。大麻が生えてきます。大麻は麻薬じゃなかったとなります。そしてこれが縁ですね。本当だよと手が合わさっていきます。そして朝には夜明けの歌を、唇から歌おうで、ふっふっと息を吐いていきますね。そして朝には不思議な力宿ってるで、また合わせておしっこします。そして朝には未来の夢が詰まってで、合わせたら今度は前に送って円を描いていきます。そしてまた右からさあ歌おう喜びの歌をで、唇から歌を、そして今度イザナギとイザナミですね、こう回していきます。さあいざ祝おういやさかの舞をで待ってきます。そしてありがとうはどうしどうそうとね、あのチャクラの場所に合わせてやっていくんですけども、ありがとう、喉のチャクラの前ですね、はい、いひかりをでラファレソということで、音に対応するチャクラを押さえていきます。そして幸せですね。幸せ。陰と陽と天と地を結んで、で、紡いできます。紡いでいくときも最初は、下からね、上に上がってって、途中から横にこう、上がって上に行くっていう感じなんですけどね。ちょっと細かいですけども。紡いで、そして、ほら、今、朝の鳩ともに、という形になりますので、ご一緒にお願いいたします。はい、では音楽お願いします。はい、陰と陽、天と地、大麻は麻薬じゃなかった、本当だよ、朝には夜明けの歌を歌おう、朝には不思議な力宿ってる、朝には未来の夢が詰まってる、さあ歌おう喜びの歌を、いざ歌う
ていきます。ございました。はあ、熱い、一汗かいちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。踊っていただけて嬉しいです。いい、これも上から降りてきた歌です。いいですね。はい、やっぱハートでね、みんなとこうつながっていきたいな、紡いでいきたいなっていう思いがとても強いので、どんどん皆さんとね、ハートの中でつながって、で、この中でいろいろ見えてくる世界ね、それをどんどんこう具現化して3次元へとね投影していきたいなと思います。皆さんとね、一緒に紡いでいけたらいいなと思いますね。はい、体を、ね、動かすのってね、なかなかこうやっぱいいなと思って。そうですね。はい。そうですね。ヨガをね、もう何十年もやってらっしゃるということで、大先輩です。私もずっとヨガを、そうですね、40年まではいかないから。いえいえ、長きゃいいとこじゃないんで。いえいえいえ、私も30年ぐらいは、多分やってると思いますので、ね。でもね、毎日、ちょっとでも。やることね、5分でも10分でもね、そうですね、どうがいいかなと思ってます。これがなんか、はい、朝ごはん食べるのと同じような、うんうん、そうですね、っていうのはおすすめかなみたいな、はい、やっぱこう体をなんていうかな、扱っているっていうか、うん、自分の体なんだけど自分の体じゃないっていうか、はい、やっぱし機械とかね、車とも、車でも一緒だと思うんですけれども、はい、やっぱこう、ボディっていうのがやっぱし、道具なんで、いただいてるもんなんで、やっぱそれをメンテナンスしていかなくちゃいけないなっていうのは、それがまあ、
ね、心とか意識がそれを やるんでしょうけれども、うん、メンテナンスの必要性っていうのは本当こうつくづく感じますよね。そうですね。特に今いろいろ、添加物が多いので、本当だったらば、まあ、いただいた体そのものでね、はい、機能していけるところが、ちゃんと機能してない箇所がどんどん増えてきますね。ね、はい、余分なものをどんどん浄化しないと、本当すいすい水曜日の水の力でね、はいはい、浄化を、はい、していただき、スピリチュアルな面ではこのスピリチュアルテレビすいすい水曜日で浄化していただけたら嬉しいなと思ってます。ね、歌とね踊りとね、はい、嬉しいなと。歌と踊りでね浄化をするという。うんうん、でやはりこれからは楽しくないとね。ね。あまりこう机の前で一生懸命ガリガリお勉強ということではなく、それは結局体験に基づかないとか疑似体験でしかないので、うん、頭の中でバーチャルで起こっていることだけではなく、実際にやっぱり体を通して体験するということがとてもね 大切ですよね。はい、なんかね、響き、生命ってね響きから生まれてると思うんで、はい、やっぱこう体を動かすっていうのがそこにつながっていくのかなっていう思ってて、やっぱ音楽とか歌とか体を動かすことはやっぱり響きなので、はい、響きの調和が健康にも影響してくると思うし、いろんな意味で人と人との仲も響きだと思うんで、はい、これってやっぱ音楽とか歌とか踊りっていうのが何かこうもっと生まれていけば、はい、もうちょっとこう違う世界とかね、まあちょっといろいろ問題がある時代なんだけどね、その食べ物政治的な問題といっぱい問題がある時代とは言われてるんだけど、なんかすごくそれが浄化されていくキーワードとしては音楽、歌、体の動きっていうのはそこはすごく大事かなと思ってますので、ますます、はいはい、せっちゃんも言霊の歌言霊の歌もね、僕ああいう体操を時々しかやらないんだけど、はい、ああいう体操をやっていきたいなと思ってそうですね、これから言霊がとても大切になってきますよね。やったーです、本当に、うん、やったーで本当監督に出会えてよかったという気持ちを込めて、言霊の歌を歌っちゃいます。あ、そうそう、言っちゃった言っちゃったね言っちゃった。あとコメントの方でシャスタさんから、節子さんよろしかったらクリスタルスカルを見せてくださいますか、何か波動を送ってください、そのスカルは世界に12個とも13個とも言われているものですかという質問が来ましたが監督、スカルってご興味ありますか。どんなのってやってみてください。クリスタルスカルというものってご存知ですか。いや、なんかわかんないですけど、どんなのって知ってるかもしれないし、どういうのでしたっけ。クリスタルでできた、まあ、スカルって骸骨ですね。ああ、はいはい、はい、見たことあるかしら、写真かなんかで見たかもしれませんね。インディ・ジョーンズとか魔球の伝説とかに出てきますけども、あれはご覧になったことないですか。もちろんもちろん、それは知ってますよ。そのクリスタルスカル、がうちに来たんですけども、うん、でもそれとはまたちょっと違った種類のね、いろんな方が作っているものなのですが、よかったら見せてくださいとシャスタさんコメントありましたが、また次回ということですかね、これは、うん、なんかちょっと、はい、はい、今日はね、はい、ね、またの機会にということでシャスタさん、うん、ごめんなさい。パワーがあるもんね、あれきっとね。はい、すごいパワーです、うん、そうでしょう、かなり皆さん誤解されてる方が多いと思うんですけども、うん、いろいろレコーダーとかもありますけども、うん、要するにもう宇宙の英知がこう集まったものですよね、うんうんうん、それをこう紐解いていけるような、もういろんな情報がねクリスタルには入っているわけですよね。はい、ということで最後にそんなシャスタさんからコメントが来ましたので、またの次回のお楽しみという感じで、いいですね、はいはい、で最後にやっぱりやったーで監督が出てよかったということで、はい、ちょっとだけいやいや、言霊の歌、好きですよ、あの歌は、はい、歌わせていただきたいと思います。ぜひ、はい、では一緒にお願いします。でやったーで、はい、開いていくんですね、はい、であなたに
会えてよかった、ありがとう、大好き、嬉しい、楽しいとなりますやったー、あなたに会えてよかった、ありがとう、大好き、嬉しい、楽しいね、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 はい、どうもありがとうございました。本当にあの素敵な監督に出会えて嬉しい、楽しいですありがとうございます、はい、あのでは、時間になりましたけども、はいはい、最後に、監督の方から皆さんにメッセージありましたらよろしくお願いいたします。ございます。そうですね、あの今紡ぐというね、先ほどね瀬戸さんご紹介いただきましたけども、紡ぐ織人は風の道を行くというドキュメンタリー映画を各地でご上映させていただいておりますので、よろしかったら足を運びいただきまして、スピリチュアルテレビを見ましたよと言っていただければまた楽しくなるんじゃないかなと思っておりますので、あの一声僕が言っておりましたら声かけていただければと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、あのスピリチュアルテレビをご覧の皆様とね、またあの監督との新しいご縁をね、結んで、またまたそのご縁がどんどんこう広がっていく、そんなね、出会いを重ねていければ嬉しいと思います。はい、ということで本当に監督今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後に先ほどね、テリーさんおっしゃってましたけど、あの、予告編、紡ぐの予告編がなんかちっちゃな映像でしか見れなかったということで、あの、うん、大きな画面で、はい、もう一度やりましょうということでね、先ほどメッセージいただきましたので、ありがとうございます。はい、で予告編を見ていただきながら、はい、最後、さよならということで、はい、あ、そうだ、その最後の、あの歌を歌わないといけなかった、ごめんなさいその前に予告編を準備していただいている間に節子の歌う水曜日ですので、うん、歌で締めるという形でね、はい、さよならの歌を歌わせていただきます。はい、皆さんも一緒に、あの監督も一緒にできましたらよろしくお願いいたします歌ってください。あのさよならと歌、ご存知ですか。はい、はい、では、参ります。ありがとうございました。それでは、はい。
最後、映像とともに、皆さんとお別れしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。悪いとこはないね。大丈夫だね。でも私そこで声言ってることが分かったんですよ。でも聞いても私はもうなんかパニックになってるの分からなくて。水と空気と太陽と全てのものがない、一つでも欠けたら私たち生きることすらできない。愛をよる、思いを紡ぐ。Thank you.